これは田舎育ちだった僕が東京に出てきた頃に体験した出来事です。コックリさんとかキューピッドさんとか教えてしまったんです。ここで何があったんだ。綺麗。これは今では思い出したくもない恐ろしい体験です。信じるか信じないかはあなた次第ですとかです、ね、言わないでよ。なんだよあれ。シャドウ。これは実際に体験した罪深くも恐ろしい話です。角刈り専門店の M とかさ、つけてよ白で。未来は君。あ、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 あ